はい、ということで、今日ね、何節かな、何節かわかりませんあるようなので、そちらの方観戦したいと思います。今日はね、大阪と特に大阪と京都ディフェンダーのこの駆け引きとかっていうセンターバック目線でしっかりね見て、勉強していきたいなと。応援というよりも、まあ、勉強ですね。まあ難しいところですけど、私がどれだけ把握できるか分かりません、理解できるか分かりませんけど、まあね、コーチングのしてるとことかポジショニングの取り方とか、ディフェンダーのポジショニングとか、そういうのをじっくり勉強したいと思います。楽しみ。大阪半端ね、楽しみ。すごいね、やっぱりでかいね、クルトでかい。いや、すごくね、でかくね楽しもう。はい、探してみると思う。Thank you.